ルイボスティーが美味しいね。何してんですか今日ね。朝の9時半、今しかももう外台風ですごいんですけど、こんな日にリラックスマッサージを受けに来ちゃいました。タイ古式マッサージです。だからこういう風に来たんですよ。大体がだからそんなガウンなんですか。そうなあ、これ気づいちゃった。気づいちゃった、ガウン着てること、うん、何それ。この真夏に。そうなんですよ、これ実はね、それが先週ぐらいかな、アメリカ行ってきたんですよ僕。はい。その時にちょっともうアメリカ人って大体もうお風呂上がりガウンだっていうから、うん、今日は気持ちよく朝からなっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとそれよりもここだから僕が施術するんじゃないのよ、うん、ジンさん、はい、ケンジよ、うん、ね、どうしたんですか。ちょっと待ってね今、はい、まだ既読になってないよ。どうするの、どうするの。もうだからもう僕受けますよ、はい、この後ケンちゃんがちょっとね寝坊してるので、うん、あ、ジンさんやる。アジエスタ、はい、溝の口店、溝の口店です。の、て、なんですか、オーナー、店長です。店長の花島さん。夏美です。夏美さん。全部違う。では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジエスタ溝の口店の夏美さんです。夏美です。よろしくお願いします。夏美さんですよ。うちの夏美さんいますよね。、うん、そうなんです、漢字も一緒なんですよ。あ、本当ですか。なっちゃんと、はい、あ、本当ですか。あの、辛いの見ました。あ、見ました。ありがとうございます。うちの夏美ちゃんちょっと天然ボケなんで。可愛らしいですよね。そうなんですよ、可愛いんですよね、ちょっとバカでね。本当に。まずちょっと聞きたいのが、溝の口にこう出店されたきっかけというか。はい、その口にタイマッサージ屋さんがないっていうのを知りました。なるほど。ぜひそこはアジエスタに進出したいなと。なるほど、はい、他のマッサージとの違いというか、僕もまだわからないんですけど、はい、タイ古式マッサージの特徴というか、はい、タイ古式マッサージはですね、うん、世界一気持ちいいマッサージっていうのを言われてるんですね。エジンさん、はい。線とかエネジーラインって呼ばれる、うん、エネルギーの通り道を整えていくのがタイ古式マッサージ。辛いところだけを揉むほぐすではなくて、うん、足裏から頭まで全身を整えて、うん、トータル的に体のケアをしていくっていうのがタイ古式の考え方です。よくわかってないでしょ。意味がわからないですね。まあ後でね、実際にちょっと体験させていただきますので、はい、その時にそのあたりは。はい、アジエスタで勤務してくださってるセラピストは全員タイ政府認定証を発行してから勤務開始しております。すごいですね、国家レベルの戦略なんですねこれ。今ちなみにこの、そのセラピストさんは何名ぐらい所属されてるんですか。全店舗で130名を超えてきました。めちゃくちゃいますね。巨大組織じゃないですか。おかげさまで、ね、ありがたいことに。あ、大国王認定の施術を受けたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何よ、で、はあ、ちょっと、もう一回ほら、見なかったでしょ、見なかったでしょ、ちょっともう一回やってもらってもいいですか。見てないんで、もう一回いきよっかな。では足元から始めます。お願いします。お願いします。じいさん、確かに絵が地味だよこれ。ただ、はい、だって僕の気持ちよさ伝わってないし今これ。伝わんないですね全然。タイでは、タイの国内でもこういうのはもう当たり前にあるんですか。マッサージ屋さん多いですね、うん、なんかリゾートの国だっけタイって。リゾート行くとなんかこういうのあるイメージですけど。路上でもあります。あ、普通にあるんですか。はい、
タイマッサージはタイマップ1枚あればどこでもできるのが強みというか魅力ですね。足裏指圧していきます。やばい、足の裏気持ちいい。これ結構強く押してるんですか？そんなでもないんですか？力は入れてない。本当ですか？うん、痛い。いや今の、なんだろう、土踏まず痛かった。内臓ですね。死にますかね。動き出していきます。痛い。痛い。関節痛い、これで。痛いですね。自分で情けないけど、痛い。硬いですか、やっぱ。しょうがないじゃないですか。色ごと直してもらったらいいんじゃないですか。色ごとどうしたらいいんですか。色ごと無視です。おかしいです。内股にします。はい。うわあ、すごい。これは痛いんじゃないの。これは硬いのバレるよこれ。マジで。あーもうそろそろ俺痛くて汗出そう。伸びます。伸びます。気持ちいいですよ。え、待って、これこれもうこれすっげえ中途半端ですよ。多分もう終わりなんですよ、これ。終わったみたい。右やってこないよ。右はないんですよ。右はまた別料金です。あ、そうなの。はい。え、今日足まとまりとかじゃないんだ。そうです。左足だけなんだ、うん、なんだよ。左めっちゃリラックスしてるのに今。まだ終わりじゃなかったですか。まだまだやってくれるんですか。まだやるんですか。やりません。終わってもいいのに。お邪魔します。じゃあプロレスだけやりますか。全然やってください。こっちの方が多分気持ちいいんじゃない。痛い。どうなってんの、これ。痛い。つらい。つらい。汗が出てくる。すごい。すごい、これ。完全に決め方がやばい。マジで。引っ張られてんのはわかる。痛い。はあ。これ気持ちいいんだろうな、思ったら。すんごいとこ押しますね、これ。ももとお尻の間なんですよ、これ。多分絵的に引っ張られてる系ですけど、うん、すっごいの足の裏入ってるところがめちゃくちゃ気持ちいい。すごいっす。すごいっす。これ痛い。なんか4の字型みたいになってる。ふくらはぎ、これ痛いし、これ硬いでしょ。硬いですね。硬いです。硬いです。痛いだから、これ。強いですか。いや、強いというか、多分僕がこういうの全くやらない人なんですよ。あ、そうなんですか。僕あれですよ、多分マッサージこの番組で受けたの初だよね、多分ね、うん、だからあいつが寝坊するからだよ。じゃあちょっと、じゃあ最後の少しだけ、はい、もちろん。
な悪徳なことしてない。清水さんがなんか面白いこと言うしかないですね。じゃあ。だってさ、もうやばいよ。何？絵的にやばい。岡本全然わかんない。なんかもうさ、清水さんさ、はい、すごいさ、気持ちいいって顔してる。いや、これは気持ちいいですよ。やっぱりね、僕ね、凝ってんだと思うんですよ。これは普通すぎて面白くないよ。マジ？大丈夫ですか、これ今。なんか、あの首が変な方向曲がってるとかないし。そういうのがあったら面白かった。右が、あんまりやってくれなかったです。あんままだな。営業時間が10時から23時まで営業しておりまして、定員休日はございませんので、いつでもご予約お待ちしております。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、夏美さんですか、ご指名してもいいんですか。もちろん。セラピストいっぱいいらっしゃいますので、100何人も全国でいるっていうから、ぜひ夏美さんね、あの話してでもでも必要なんだよ、こっちは。ぜひね、やった。絵的にはこっちの方がみんな喜ぶでしょう、ね、それはそうでしょう、ね、じゃあちょっとだけ入れます。はい、どうぞ。ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。このタイ古式マッサージ以外にもなんか販売されてるということで。はい、そうなんです。ね、タイパンツの販売をしておりまして。タイパンツですって。はい、ね、さっき見させていただきましたけど、あの入り口にも飾ってありますけど。そうなんです、あの現地タイから仕入れておりまして、ね、うん、はい、普通のタイパンツもあるんですけど、うん、このちょっと良さげなタイパンツ、今私が履いてるものですね、はいはいはい、これは本物のデザイナーさんが作ってくださっていて、うん、はい、これをご購入いただくと、がんの闘病されてる方のご支援ができるっていうものになります。なるほどなるほど、そうなんですね、うん、ちょっと起伏が入っている発売ということなんですね。はい、なるほどですね。これちなみにおいくらで。これは1枚4000円で販売しております。4000円で、はい、欲しい。なるほど、欲しい欲しい、ぜひ買いましょう。じゃあはい、ね、ありがとうございます。今日一人午後からね、それまたちょっとバカな女の子来るんですよね。なので彼女に年内プレゼント買ってあげないと。いいですね、買って欲しい。え、4000円、すぐ4000円買いました。どれか欲しい。4000円だ。じゃあいいですよ。4000円、2500円です。2500円だった。あ、そうか、さっきのとこ、これはなんかちょっとデザインが入ってます。そうなんですよ。ジンさんどう、これいいですね。ジンさん青にする。はい、コシミさんそれで。何ジンさん、何コシミさんこれで。俺茶色。僕茶色。茶色、また地味なの選ぶんだ。茶色、おそろっちですね。色違い、色違い、色違い、いいじゃないですか。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。